はい、どうもこんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は六日町からのソロツーリングのお話。六日町のあるところを南魚沼って言うらしいんですけど、南魚沼は東と西に山に挟まれてて、南魚沼から見て西側の山を越えた先に、長野があるんですよ。北と南に居住地区は伸びてるんですよ。そんな南魚沼はその山の地形や自然を生かした雲海の見れる絶景スポットがたくさんあるんですよね。ただ私がそれを知ったのは帰る当日で、実際見に行けられなかったんですけど、その雲海を見に行った人はすごかったって言ってました。なんかその雲海を見に行ったら、そこの場所にもうありとあらゆる場所にその雲海絶景スポットっていう看板みたいなのが立ってたらしいですよ。雲海が見れるところは実際見に行けれなかったんですけど、山の中にあるそのトンネルを観光地化した清津峡トンネルっていうところがあるんですよ。でこれから目指すところはその清津峡トンネルっていうところなんですけど、これからじゃあちょっと清津峡トンネルについてちょっと勉強してみますか。その清津峡とは、雄大な岩礁と、清流からなる日本有数の景勝地らしいんですよ。まあ、この辺ちょっとネットから引っ張ってきたんですけど、でなんか、昭和24年9月に国立公園に指定され、その草原なる、戦力品岩、と、柱状節理っていうやつでできているらしいんですけど、ちなみに戦力品岩っていうのは、戦力品岩に対応する品岩で、斜長石と角品石、オージャイと黒雲母の反照が同じ鉱物種の石器に囲まれる組織の岩石を言うらしいです。まあよくわかんないんですけどね。でちなみに、柱状節理っていうのは溶岩などの流動体が冷却すると表面に核が形成され、これを中心に固化が始まる。表面の状態がどこも同じであれば、等距離の点に核ができて固化が始まり、体積が縮小するため、表面には蜂の巣に似た六角形に近い形のひび割れが形成される。さらに表面から直角に、内部に向かって固化し、体積が減少するため六角柱のような岩石の集合が形成される。これが柱状節理で、地表に、流出した岩溶岩流でしばしば観察することができるっていうやつらしいんですけど、まあ要するに溶岩などの流動体が冷却されてできた表面には、蜂の巣に似た六角形に近い形をした六角柱のような岩石柱ができるっていう、その集合体だよってことらしいですね。じゃあ、話の続きで、その戦力品岩と柱状節理の美しさから黒部峡谷、大杉谷とも、日本三大渓谷の一つに数えられているらしいです。清津川を挟んで切り立つ巨大な岩壁が V 字型の、大渓谷を作り、雄大な柱状節理の岩肌とエメラルドグリーンの清流が訪れる人々に深い感動を与えます。鑑賞として、清津渓谷トンネルがあり、大地の芸術祭のアート作品の一つ、マ・ヤンソン MAD アーキテクツの、トンネルオブライトが広がります。中にある4つの見どころ、から、雄大な渓谷美を堪能できますらしいです。でホームページに載ってました。あと石に関しては検索してみました。ちなみに入場料は大人600円で中学生が300円。ネットでは、なんかすごいかなり押してる感じに出てましたが、行く途中のガソリンスタンドの、お兄やんに話を聞いたら、
まあ、1回行けばよしかなっていうところですねって言ってたんで、まあ、大体そんな感じのところなんだと思いますね。まあ、思うというか、まあ、僕はもう1回行ったんで、そんな感じなところだったって感じです。でここの中を歩いた映像はまた後日動画にするんですけど、まあ、観光とか鑑賞っていうのは一回行ったらまあよしって感じですよね。研究とか勉強とかではないですし、まあそんな感じですよね観光って。じゃあとりあえず今回の動画はこんな感じで終わります。いつもご視聴ありがとうございます。それでは皆さんお元気で。